はい、通算のパーティーから紹介します。アブソル、ウィンディ、ガブリアス、なんだこれ、ヌガルガン、キュウコン、アローラキュウコン、オリーブさんやってきましたね。ヌガルガン真夜中の姿ですね、ムーン限定と言われてた、ポケモン、そしてではない、実は野生出てくるという。でルカリオ、相手のベッコーさんは、おー、グレイシャいますよ。グレイシャピンですね。ピンでいますね。そしてカプコケコにガブリアス、そしてバクフーンがいますよ。バクフーンの珍しいポケモンで、ハッサムとマッシブ、ムシムシと、はあ、これはちょっともうすいません、私からはさっぱり何をやるかわからないパーティー、わかんないですね。面白そうですね。お、そしてツーさんも決まったと。ツーさん今 4-2 で今勝ち越してる方です。アブソルがメガ進化、そしてルカリオもメガ進化する、まあガブリアスもするんですか、はい、しますけど、たぶんまあしないでしょう、しないでしょう、しないということでオリーブさんの言葉いただきました。そしてアローラ結構壁張りですかね。そうですね、まあ、最近便利な技も追加されましたし、オーロラベールですね、よく使ってます、お世話になってます。名前が出てこなかった。それです。ルガルガン真夜中の姿だって、真昼は、まあ、ちょっと早い、早いで、はまあ、遅くなった代わりに他のところにちょっとずつ振ったのが真夜中の姿、真夜中の姿。特性はノーガード、隠れ特性があるんですけれども、まあ、ストーンエッジがね、まあそうですね、はい、はて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 、まあレートで当たった時の個人的な印象は、とりあえずZ 岩技を打ってくるやつっていう印象しかない、してんのかっていうところですが、対戦始まりました、はい、ベッコさんとツーさんの試合が始まります。ベッコーさんのパーティーが本当に何をするパーティーなのか、すごい気になるところですね。気になりますね。あのグレイシャは一体何なのか。そうですね、何だろう。だってルガル真夜中の姿出てきた、はい、きた。そしてベッコーさん爆風、なかなか見ないですよこの対面、今のシングル、レートでも見たことない、てか3でも見たことない。ルガルガンとバック、まあ、タイプ的にはルガルガンが、まあ、岩なので、まあ、有利ですね、有利ですね、まあ、ただ S はバックフーンの方が高い、あ、引っ込めました、引っ込めましたね、あ、そうですね、振り対面です。吉田沙織、誰、おっと、マッシブ、吉田沙織、いいセンス、俺好きこれ、なんて可愛いニックネーム、可愛い、吉田沙織最近綺麗になってません。まあどうでもいいや、ルガルガンはステルスロック、はい、はいはい、まあちょっと後で話すとして、吉田沙織いい、そしてルガルガン、 いいニックネームセンスだ、いやもう握手したいぐらい。そしてビルドアップ、おっとビルドアップ、おっと、吉田沙織がビルドアップ、そしてルガルガン引き込まないですね、ルガルガン、カウンター、これは持ち物はもう、たすき、もう持ち物が一択になってしまった、気合のたすきかな、気合のたすきかなって、すが果たしてマッシブは何を打ってくるんでしょうか。今回マッシブは非常に攻撃も高いんですが、そうですね、防御も高い、そんなポケモンがビルドアップということ。さあカウンターを見てしまいました、どうするんですかね、ベコさん、まあ、もしここで身代わりとかがあるのであれば、おっと、吉田沙織はまたまたビルドアップ、そして積みますね、積みますね、カウンター、おっとカウンターしますね、これお互いに膠着状態、膠着状況ですね。そして挑発、おっとルガルガン上から挑発さんで、吉田沙織は挑発された、吉田沙織は何を打つか、ビルドアップが出せな い, ない、ここは攻撃するしかない、吉田沙織、吉田沙織はモーションが一つ一つ面白いのがずるいですね。そうですね、面白い、しかも性別が不明ですよこの吉田沙織。胸痛やっべえ。さてさあここはもう挑発されてしまったから攻撃技を打つしかないが、カウンターを見てしまっている。さて挑発された吉田沙織は引くのか、それとも突っ張るのか、そしてルガルガンはカウンターを打つのか、それとも岩技を打つのか。でベッコーさん、裏にはもう初手で出した爆風がいることが分かってます。爆風と言いますと、まあ、今作追加された燃え尽きる、あとは噴火もあったりとかして爆風を出してきたと、っていうことはもう一匹はまだ出すべきでないのか、それともルガルガンに不利なのか。そして痛いですね、ステルが、前とステルが痛いと、これは痛い。でルガルガン昼と夜だったら夜の方が好きなんですけど、オリーブさん的にはいかがですか。夜の方がかっこいい、あ、ただちょっと対戦で使おうと思ったことがないんで、どっちを使おうかなってところで。オリーブさんといいお酒が飲めそうですね。さてここは硬直状態で、さて、おっと、
半円放射、しかしこれは半減で、半減でルガルガ何を打つのか、カウンターないでしょね、さすがにストエッジ、これはヒットガードの必中のストエッジが入ると爆弾がすかさずダウン。これはベッコーさん捨てに来たんですかね。そうですね、タスキ持ってるであろう、もしかすると3匹目の死に出しか、はい、あとは単純にマッシブンで殴るためにタスキを削りに来たか、はい、果たして、そして今考えてますね。ただ考えてるみたいですね。そうですね、非常になんかたくましいですね、このルガルガの後ろ姿はこう見ると四天王で苦戦したイメージしかないんですけど、まさかこの予選来ました吉田沙織、お沙織が出てきた、2回目の出番です。2回目です、リングインとステロが入って、さてここは難しいところですが、捨ててくるのかルガルガンを捨ててくるのか、ね、ルガルガン、まあ、持ち物十中八九タスキだとは思いますけれども、まだ一応はタス、持ち物わからない。そして先手でストエッジがあまり入らない、そして吉田沙織はビルドアップと挑発を打つか殴るかで、ここが吉田沙織がうまい具合にビルドアップしたかなと。そうですね、まあ、通算側としてはやっぱり殴られる、うんっていう恐れもあるので、挑発もなかなか打ちにくかったかなっていうのもあります、うん、少しでも削っておきたかったんじゃないでしょうか。そうですね、今回は、まあ、マッシュブーン、まあ、吉田沙織の、まあ、ウルトラビーストなんですけれども、倒されると、まあ、能力値が上がるということで非常に厄介な特性を持ってるんですが、まあ、ルガルガン捨てに来たって見てもいいんですかね、動き的には。そうですね、さて悩んでるとこ、挑発かストーンエッジか、そしてルガルダンは挑発、吉田沙織はビルドアップをするのだろうか。かわらわりをして、これはたまらずダウンじゃないですか。持ってましたね、これは壁対策ですね。そうですね、今まで結構アームハンマーとかなのかなってイメージがあったんですけど、ですね、そして吉田沙織防御上がりましたよ、硬くなりましたビルドアップ1回に、まあ、防御が2段階上がってる状況です。そして出してきたのはガブリアス、さてさてこれは防御が2段階上がった吉田沙織対ガブリアス。ガブリアスがメスっていうのも面白いですよね。女子レスリングみたいな。さてニックネームは吉田沙織だけでも出した技は瓦割り打撃技ですね、もうレスリングどこ行ったのか、殴っていいですか。これは。さてマッシブたくましいですね、こう見ると。そうですね、吉田沙織って言っちゃう。吉田沙織だったりマッシブーンだったり。さてガビアさん炎の牙打ったワンチャンヒルメ、しかしあまり入らない、そして打ってきた技、吉田沙織は吸血打ってきた、どれくらい入るのか、半分入りましたね。いいダメージが入った。スタミナだと。さて。非常に吉田沙織が壁に感じますね。もう防御2段階上がってますから、もう世界の壁と言ってもいいんじゃないですか。ステータがなければそのまま吉田沙織無双になってしまいますけれども、さあ抜群で入ってもこの入れまない。抜群で入ってもあんま入らない吉田沙織、硬いですね。そしてガブリアさん吸血で倒されると。さあ、ツーさん辛くなったラスト1匹ですね。そうですね、ツーさん、はい、さてガブリアスはどれでラスト1匹は何を出していくんでしょうか。そして忘れてはいけないビーストブースト、防御が上がる、もう1段階上がりました、3段階上がってさらに硬くなりました吉田沙織。突破できるんでしょうか。突破できるか、ほんとにもつ鍋食べたい、ルカリオに来ましたね。ただ防御が3段階上がっている、特殊だったらいいんですけどね、しかもメガルカリオの、まあ、特殊技でだったらいいんですけれども、果たしてどうか。まあワイドのベッコーさんはバックオン1体失って1体見てない状態でして、そうですね、さて、はい、通算はもつ鍋を目指すんだけど、もつ鍋って感じしますね、しませんか、ごめん分からなかった。色的にみたいな、あインファイトが入らないぞ、沙織。これはもうダメージ低い。メガ進化の火力なのにもう沙織硬っ。そして変わらわりで、はい、というわけでさすがの吉田沙織でしたということで。ですね、皆さんもつけましょう吉田沙織。いや非常に今回は吉田沙織がなんか吉田沙織で一言に尽きる試合じゃないですか。そうですね、まあ、しかもベコさん